どうも、哲学徒です、えー。今回はですね、えー、ディアブロ2のステータスやスキルポイントの振り方についてね、お話ししていきたいと思います。えー、ディアブロ2はですね、えー、レベルアップすると,、えー、と、こういった形でね、キャラクターの、えー、ステータスを上げられるポイントと、えー、とが、まあえー、5ポイントかな。1レベルにつき、えー ポイントと、あと、えー、スキルツリーの方に触れるね、ポイントが1ポイントつくような形になっているので、えーまあ、これを割り振ってね、えーまあ、自分の、えー、キャラクターを育てていくっていう形になるんですけど、えーまあ、基本的な方針をお話ししたいと思うんですけど、あの、まあ、職によってね、何のステータスが重要になるかって変わってくるんですけど、まあ、基本的には、えー、筋力とか敏捷性って何のために必要かっていうと、まずね、 あの、筋力は、えー、まあえー、重たいね、装備品を持ったりとか、あと、まあ、攻撃力を上げるのに必要になるんで、えー、まあ、近接ビルドでは当然必要になるんですけど、あの、知力色でもね、えー、ネクロマンサーとか、えー、操作ですとかでも、えー、と、例えば、筋力がね、えー、20必要ですとか、えー、25必要ですとかってね、えー、いう、こういう、えー、加減がね、 設定されてる場合があるので、えーまあ、そういう場合は、その、必要、装備に必要な分だけ筋力を振る。敏、え、捷、ー、性も求められることがあるので、敏捷性を振るっていうのが、まあ、基本的な考え方になるかなと思います。で、えー、それ以外は何に振るかっていうと、まあ、基本はね、生命力に振る。このゲーム、とにかく、えー、死んでしまうとね、 その場所でね、えー、アイテムドロップしちゃったりとか、デスペナルティーが厳しめなんで、生命力に振っていくと、えー、まあ、かなり耐えられるようになるかなと思います。まあ、全く生命力に振らない状態だと一撃値とかね、そういう可能性も出てきてしまうので、まあ、生命力に、えー、残ったポイント、えー、装備に必要な筋力、敏瘍性を振って、生命力に振るっていうのが基本的な考え方かなと思います。 で、えー、エナジーのポイントに関してなんですけど、これはね、マナの最大値とかを決めて、とか、スタミナのね、最大値を決めてるものなんですけども、あ、マナの最大値だけかな。えー、これはね、基本振らなくていいかなと思います。エナジーはね、本当に余った時だけ振るんですけど、エナジーに振るんだったら生命力に振った方がいいかなと思います。エナジーは、えー、マナの回復のね、えー スキルだったりとか、装備品をつけることで、えー、いくらでもね、補うことができるので、エナジーは、まあ、基本的にレベルアップによるマナの上昇だけで済ませて、えー、まあ、本当に使い勝手が悪い時だけ振ってあげるっていうのがいいかなと思います。で、スキルツリーなんですけど、えー、基本的にですね、えー、スキルには、えっ、ー、と、まず、えー、まあ、レベルがあって、えー、スキルレベルっていうのは、 最大で20まで上げることができるんですけど、あのー、まあ、基本的な考え方として、あのー、いろんなスキルに大量にポイント、えー、ポイントを分散させて振るよりは、一、まあ、つのスキルに特化してやっていった方が強くなるっていうのが、まあ、特徴で、えー、あとですね、あの、スキルによってはシナジーの効果がついているものがあって、えー、例えばスケルトン召喚だったらスケルトン召喚にボーナスがあるスキル、例えばスケルトン、 マスターとか体性付与っていうのがあると思うんですけど、えこのスキルをかけてあげるとシナジーで、えー、効果が上がるっていうものになりますので、まあね、えっ、ー、と、上げてってほしいなと思うんですけど、えっ、ー、とね、これは基本的に下のものは上のものを、えー、取ってないと、えー、取得できないようになっているので、あのー、まあね、後からでいいかなと思います。あのー、 紹介したまものね、体勢を上げるとか、こういうのもあるので、後々こう上げていく感じになるかなと思いますね。で、まあスキルポイント、基本的に最初は、あのー、まあ、自分の好きなものを振ってしまうのがいいかなと私は思ってますね。あのー、まあ、振り直しができるので、えっ、ー、と、まあ、とりあえず自分が、えー、このスキル強いと思ったものに、えー、振っていくっていうのが基本になるかなと思います。 で、スキルはね、ボタンに割り当てることができて、四角ボタンを押すとね、こうやって、どこに割り当てるか指定できるんで、例えばね、えー、スケルトン召喚を三角ボタンに割り当てたいよって時は、この画面でね、三角に押してあげると、三角ボタンを押した時にスケルトン召喚が発動するようになるという感じですね。なので、えー、まあ私は四角なんで四角に戻しておきましょうかね。で、まあ何系統かね、スキルには、えー、スキルがあるんですけど、まあ、 えっと、こう自分のね、組みたいビルドに合わせてスキルを、えー、振ってあげると。で、あのー、キャラクターのね、ステータスに関しても振ってあげるっていうのがいいかなと思います。ただ、えっ、ー、と、まあ、基本で振り直しは回数制限があって、えっ、ー、と、クエストで言うと、えっ、ー、と、忘れら、えー、姉妹の墓地かなえー、あ、違うね。 最初の、え、アカラさんの、え、クエストをクリアするとですね、え、アカラさんに話しかけると、ステータススキルポイントをリセットっていうのができるようになるんですけど、これね、一回しか、え、使えないので、あの、序盤でね、あの、あ、間違えた、つって振り直しちゃうと、え、それ以降使えなくなっちゃうので、基本的に、え、このノーマルのストーリー、え、アクト1からアクト5まであるんですけど、え、そこで一回、え、で、 ナイトメアっていう難易度で一回、えー、ヘルっていう難易度で一回、えー、スキルポイントのリセットができるので、まあおすすめはですね、最初のうちはもう自由に振っちゃって、えー、生命力とかね、そういうものも、えー、振り当てちゃって、もし攻略に、えっ、ー、と、例えば後半の方のアクトでね、えー、もっと重いね、えー、防具つけたかったとか、そういう時に振り直したいなっていう時に、えー、初めて、えー 使うっていうのがいいかなと思います。で、スキルもね、最初は好きなものとか、どんなスキルかわからないと思いますので、最初はこう、えー、まあ、試しがてらね、いろんなスキル使ってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、えー、その中でですね、あの、一つ、まあ、例えば装備品なんかで筋力が足りないとかっていう時に、えー、覚えておいてほしい方法としてですね、ゴフを使うっていう方法があるんですね。ゴフにたまに敏床性とか筋力プラスいくつ っていうのがついてるものがあって、そういう五符をね、つけてあげると、えっ、ー、と、自分の筋力はね、例えば、えー、今、えー、30で、実は45の鎧、えー、筋力が45必要な鎧が必要だとしたら、五符のところでね、プラス15。5符を入れてプラス15してあげれば45になるので、えっ、ー、とそ、そういったステータスの調整にもね、五符を使ってあげるといいかなと思います。なので、臨床性とか筋力が上がる五符は、とにかく、えー 取っておくってことを覚えておいてもらえたらなと思います。まあ、スキルの振り当てはね、本当にいろんなビルドがあって、まあ、そう、そういうのをね、紹介しているサイトもたくさんありますので、そういうとこで見るのもいいんだけど、やっぱり、えー、一つ一つのスキルって、まあ、特徴がいろいろあるので、えー、そこをまあ、えー、最初はね、あんまりヒントなしでやって、えー、あ、これいいんじゃないかなっていうものは合わせていってね、あの、最終的に、あの、 強くしていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひね、あの、最初はまあちょっと気楽にやって、ただまあ自分が気に入ったスキルがあったら、そのスキルにどんどんとこうスキルポイントを割り当てていって、えー、まあどうも攻略が詰まってしまったと、そういう時にだけ、え、赤さんのところでステータススキルポイントのリセットっていうのをやると、えー、いいかなと思います。まあね、えー、ちょっとスキルとか、えー ステータスの振り直しに関しては不便なところもありますけども、まあ、回数制限があるってことを考えながら、えー、まあ、ちょっと計画的にね、振ってもらえたらなと思います、えー。どうもね、今回も動画見てくださってありがとうございました。えっ、ー、と、こういったね、入門、えー、入門的な解説動画については、えー、概要欄のね、えー、再生リストの方にまとめてありますので、ぜひね、えー、他の動画も参考にしていただければ幸いです。どうもありがとうございました。哲学とでした。